パワー。もう一つの障壁。今季限りで DeNA との契約が切れるトレバー・バウアーがメジャー復帰を目指しているという。バウアーの代理人が複数のメジャー球団とミーティングを行ったと、名士、ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン氏が自身の X に投稿した。20年のサイ・ヤング賞右腕も、昨オフは性的暴行の疑いなどでメジャーに引き取り手がなく、年俸総額300万ドル、約4億5000万円で DeNA 入り。10勝4敗、中4日で完投勝ちするなど、沢村賞の選考委員会が絶賛する活躍を見せた。代理人は日本での実績を材料にメジャーに売り込んでいるのだろうが、米球界復帰には性的暴行疑惑以外にも障害があるという。野球文化学会会長で名城大准教授の鈴村祐介氏は、昨オフ、メジャー球団が獲得を見送った理由に関してこうコメントしている。大きいのは投手の粘着物質問題でしょう。メジャーは21年6月から急遽、投手の粘着物質使用を厳しく取り締まるようになったが、きっかけを作ったのがバウアーです。アストロズ投手陣が強力な粘着物質を使っている疑いがあると指摘、実際に回転数が上がったデータを投稿したりした。それまで暗黙の了解だったものを公にしたことで、球界内で裏切り者扱いされたのです。そういった投手を獲得すれば、球団内分に波紋が生じるという判断が働いているのでしょう。米メディア、スポーティングニュースの FA ランキングでは、同僚で17位の今永翔太より低い21位。メジャーがサイ・ヤング賞投手を額面通りに評価する可能性は低く、日本球界残留の目もありそうだ。戻れるなら戻った方がええ。他球団は勘弁してくれメンス。バウアー選手が MLB から嫌われているのは事実ですが、アストロズが MLB 内で最も嫌われているのも事実です。不正を正して、厄介者扱いなんてね。どこの世界も同じだね。もう1年日本でやってほしいね。母国でプレイする道を探るのは当然かと。メジャーに行くなら応援します。今の相場は日米とも10億円ぐらいじゃないかな。10億ぐらいなら喜んで契約しそうだけど、20億だと考えて30億はさすがにって感じかな。あのデータオタクぶりを見ると確かにいち早く発見しそうではあるな。アメリカもクソみたいなプライド捨てて、投手の肘にも優しい日本製のボール使えばいいのに。日本に残ったとしても横浜からはいなくなるのは間違いなさそう。やっぱあの西の球団。孤高な存在だけど、いろいろ天然な一面もあって憎めないキャラ。